皆さんこんにちは、むちゃと申します。日本でもですね、2歳のトレーニングセールっていうのがついに始まりました。まあアメリカでね、最近暑いっていう動画何回か出してますけれども、日本でもね3回 JRA ブリーズアップセールから千葉セリ、北海道トレーニングセールと行われます。まあこのセリでね、いいところは何かと言いますと、まあまずはね、即戦力をゲットできるっていうことですよね。まあ、ある程度の時計も出せるくらい順調に来ている馬たちが揃ってますから、まあ、基本的にはもうデビューしっかりできる馬が多いですしね。また当然近況とかも1歳のセールとかで買うよりはある程度ね、詳しく知ることができて、まあ予託料も当然1歳に比べたら安くね、抑えられるっていうことで、まあ、人気のあるセリの一つないかなと思います。今年はですね、平均価格で言うとね、3年ぶりくらいで1000万、こうやっていうことで景気の良さっていうのを感じましたね。やっぱコロナ禍といえど競馬の勢いっていうのはさらに上がってる感じで、そしてですね、血統好きとしてはやっぱり新勝馬とかのね、動きがここから、まあ、初と言ってもいいタイミングでわかるわけで、まあ地方とかではね、もうデビューしてる馬もいますけど、まあちょっとご紹介していきたいかなと思います。いやー、ラスト2ハロンも1ハロンもね、どちらも新勝馬トップだったんですよね。ドンと、まずラスト2ハロンだと、サトノダイヤモンドとデクラレーションオブをサトノダイヤモンドの1、2、3と、ラスト1ハロンもサトノダイヤモンド、サトノダイヤモンドの1、2デクラレーションオブウォーも第6位と、いやこれっていうのは狙ってじゃないなら本当に素晴らしいことですよね。価格順で並べてみるとデクラレーションオブウォーがトップに上がると。ただちょっと興味深いのがね、当然日本っていうのはボバが高額になりやすい中で、本場はメスで、しかもタイム的に言ってもね、そのダイヤモンドの方が早かったっちゃ早かったんで、なんでなのかなと思うわけですけれども、これは多分ですね、馬体が評価されたんじゃないかなって私は見てますね。正直、血統表見てみても、まあ奥まで行けばマイネウラブとかはね、いるものの、そんなにがっつりブラックタイプがいるっていうわけじゃない印象ですかね。そもそもね、もしかしたら父デクラレーションオブを海外の勝馬っていうこともあってね、知らない方も多いかもしれませんのでご紹介しておくと、最近流行りのモーフロント後継ですね。現役時代はそれこそロイヤルアスコット開催のクイーンアンステークス、マイルジュアンを勝ったり、イギリスのインターナショナルステークス、こちらもねシャフリアール挑戦かっていう話題のレースを勝ったりしてますね。新勝馬ではあるものの、海外で先に産駒っていうのを生んでおりまして、日本でもねデュードバンとかジャスパージャックとか移住した産駒走っていて、16頭中6頭が中央では勝ち上がっていると。結構このウォーフロント後継っていうのはザ・ファクターとかアメリカン・ペイトリオットとか見ててもわかるんですけど、まあその芝もダートもどっちもいけるタイプっていうのが多いですね。だからまあ今の日本のね、ダートの上も上がってきてるっていうところを考えれば、まあ、評価されやすいタイプではあるのかもしれません。まあでも種付けを230万円でね、ここまで高額に上がってきた、ていうかもともとサマーセールで1100万円の馬でしたからね、3倍以上になっちゃうっていうのは、いや相当評価されたと言っていいのではないでしょうか。そしてね、里のダイヤモンド3区に入る前に2位のねエファネイア3区3400万円で前田浩二さんっていうことでね、まあ前田さんといえばね、ノースフィールズの代表ですから、当然その相馬眼っていうのも凄まじいものがあって、でタイムね24秒31秒7っていうのはトップ5とかではないんですけど、結構ですねこういう中長距離タイプの馬っていうのはそんなにがっつりトップじゃなくてもね、まあいいっていうところはありますよね。まあ販路でトレセン入ってもぶっ飛ばす馬っていうのは基本的に短距離とかねダート馬が多いように、まあもちろん速いに越したことはないんですけど、まあ、ある程度であれば中長距離馬は大丈夫かなっていう印象はありますね。こちらはですね、血統的に見ると個人的にもなかなか好きですね。もともと日高のサマーセールで594万円だったみたいなんですけど、まあ少なくともそれ以上の血統背景の魅力はあったかなというところ、何かしら当時はちっちゃかったりしたのかもしれませんけれどもね。まあ母父ヨハネスブルグで、母系もサンデーとかの父が入ってないっていうことで、今流行りのねサンデーの 4×3 とかではないんですけれども、いやー間違いなく私はこのハーチ・ヨハネスブルグっていうのは成功すると思いますね。まあスキャットダーディの父でもあるヨハネスブルグっていうのはね、ストームキャットヘニシーと続く父を持っていて、まあ産駒自体もね芝だと問わずしっかりとアベレージの高いところを見せましたけど、まあそれ以上にハーチとしていいスピードを引き出してくれるんじゃないかなと
思いますね。結構サンデーのクロスっていうのはあくまでその芝向きの瞬発力をだいぶ強化するっていうデータもありまして、そのダートをこなすっていう意味ではね、こんぐらいアウトブリードとかの方がエファニア3区いいみたいですね。明らかに勝利数的にはダートエファニア少ないんですけど、まあ、これはそもそもにサンデーのクロスが多いから芝に特化してるっていう数値にもなってるみたいで、それを抜けばダートがいけなくはないタイプでもあるらしいですね。でこの馬は激アツの田中勝則調教師におたくされるっていう記事がありまして、いやーなかなかいい馬が入ってきたなっていう感じですよね。まあそもそもにね、2年目ながらも前田さんのある程度の高額馬をエファニア3区おたくされるって相当信頼関係がないとできないことだと思いますんでね。いや本当に矢作さんつながりってこともあって、まあ実際結果的にも大注目の若手だと思いますね。今の時代ノーザンさんはもちろんノースシリーズさんとつながりが強いっていうのはめっちゃ有利だと思いますね。そして結構驚きだったのは里のダイヤモンドの2頭ですよね。この時期にこんだけ早い時を叩き出すっていうのは、先ほども言ったように結構短距離とかね、ダートとかでも行ける可能性がなくはないかなと思えるレベルですよね。まあ現役時代の成績だけ見ればね、まあ、ディープの光景の中ではスピードタイプっていうよりかはまあスタミナタイプかなっていう印象で、 G1 勝ちは有馬記念と菊花賞の、まあ、長めの距離と。ただその母父のオーペンっていうのが一応現役時代にフランスの2歳スプリント G1 を勝ったまであるっていうことでね、まあ、もしかしたらここのところが里のダイヤモンドの3区には伝わっていて、その2歳戦の仕上がりとかスピードにも生かされてるんじゃないかっておっしゃってる方がいましたね。これは確かに一理あるなって私も思いまして、やっぱね母チストーンキャットが、まあ、同様に2歳戦からのスピードとかダートを特に慣れるように、まあ、母チからの影響力も勝負にあるっていう風に捉えるのであれば、まあ、当然このオーペンっていうのも無視できない存在だよなって思いまして、思ってた以上にサトンダイヤモンドっていうのは本場の影響力でスピードのあるタイプなのかもしれませんね。で血統的にもね、コアクラス殺された2頭っていうのはなかなか面白そうで、エルモフェザーの方は DRA で4勝も挙げた馬なんですよね。でイスラーネイロっていう一つ上の兄もこの間すごいスピードを見せて、グラの 1000m で1秒差をつけて圧勝と。なんか岡田スタッドさんのセリ枠のお母さんみたいですね、このエルモフェザーっていうのは。いやぜひとも来年とかはねノルマンディ来てほしいっていうのはまあ置いときまして、まあそんな馬から生まれたね第3子、タイミング的にもジャストでこういった高額好タイムにつながったんでしょうね。まあ笹のダイヤモンド、やっぱりこういう日高になってくるとね、やっぱその現役時代の印象からしてスピード不足になんないかなとか思ってたんですけど、結構こういうスピード系の繁殖とかハーチの良さっていうのを出してくれば、こちらでもスピード負けしない馬っていうのが出てくるのかもしれませんね。でもう一頭のボウルズさんはサンデーサイレスの 3×4 でハーチエイシンフラッシュと、母系にはアグネス・ラズベリーとか短距離系の活躍馬っていうのがいますね。まあ母チエイシンフラッシュっていうのはやっぱ血統的にはヨーロッパ系かなっていう感じで、スピードも落ちてほしいかなっていうところはあったんですけれどもね、まあ、そこにサンデーのクロスとかヘイローのクロスとか追加されることでね、結構いいバランスにはなってそうですよね。コメント欄にもねキレッキレっていうコメントがあるように、ちょっと促しただけでねすごい反応して、最後の直線のなんか迫力みたいのすごかったですね。個人的にはなんかその動き的には一番この馬がよく見えましたがね。一応中山競馬場のですねダートコースでこのタイムっていうのは測られてるみたいで、まあ少なくともその現役になってもねこの舞台に走る時があったら、まあ、相性悪くないと見てもいいのか。まあそこは競馬なんでまたねその血統とかで違い出てくるかもしれませんけど、いや本当いい動きでしたね。いや2頭出してこんだけ外れなく2頭とも好タイム出しちゃうと、ちょっと新種馬リーディングっていうのもまたよりチャンスがあるのかもしれないなとか思いましたよね。まあそれこそライバルになってきそうなリアルスティールとかっていうのも今回出てはいたんですけれども、
まあ、むしろね、こっちの方が中距離の G1 勝ち馬でもあるし、ダートもこなせそうで、速い時計出しやすいかなと思ってたんですけれどもね。まあ、あくまで今回に関してはそんなに目立つ感じではありませんでしたね。いや、本当に、ちょっと母父オーペンのことは私、見逃してたというか、忘れてたんで、いや、現役時代のそのスタミナ馬っていう印象とはまた違うのかもしれないなって、ちょっと見直しましたね。で、そして最後にちょっとね、ゴールドシップちゃんを抜かすのはどうだっていう話なんで、ラスト1ハロン11秒2を出してきたね、セカンドの星、ご紹介しておきたいと思います。まあ、2750万っていうのもね、結構な高額ですからね。本場アウトクロスで、母父シンボユルドルフっていうね、なかなかにそそられる馬ですね。で、生産牧場、出口牧場っていうことで、まあ、まさにゴールドシップの生産牧場ですからね。全兄弟にはですね、細身銀河っていう、一番のいい舞台でね、中距離で走ってた馬もいますんで、まあ、これで時計も速いということになれば、まあ、かなり信憑性のある馬の一頭と言っていいでしょうね。まあ、お母さんが19歳児という高齢になってきてどうかっていうところはあるのかもしれませんが、まあ、そこの出来も含めてのこのタイムが出てるっていうことだと思うので、まあ、こんだけ高額になるっていうのも納得できるところですね。で、高額になった5頭っていうのはこんな感じになるんですけど、結構ね、この守護馬の名前だけ見るとなんでこんな安いんだろうなって思う馬も結構いると思うんですよね。まあ、一番わかりやすいところで言うとシルバーステートとかね、517万円だったりしたんですけど、まあ、これタイムとかも見ていただければ分かるようにちょっと訳ありなところもあったりしなかないみたいですね。こういう父の名前ではもうちょっと売れても良さそうなんだけどっていう馬は、結構具体的に喉のレベルがどうとか、ゲート練習順調ですとか、近況っていうのを上げてるんでね。ただまあそれすらも覆して走ってくるようだったらね、まあ、相当優秀な勝負っていうことにはなるでしょうね。ということで、まずはね、一発目の2歳トレーニングセール、GRF プリーズアップセールでしたけれども、まあ、この中からね、また、吉尾のようなね、アイドルホースっていうのが出てきて欲しいところでございます。この後の千葉セールとか北海道トレーニングセールっていうのもね、YouTube で実際のこの時計を測ってるところとかね、セールの様子見られますので、ぜひともね、そちらも注目してみてください。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。